こんにちは。そうね、いい話を聞いたらそれをメモで取るとか、いつも見えるところに貼っておけっていうのはありますよね。おそらくそれはですね、そういうふうにしないと忘れてしまうぐらいの夢を持った人に対しての訴えかけだと思うんですよ。もちろんそういうのを聞いた後に、いや自分はメモを取らなくても大丈夫なんだっていう人もいると思います。その中でもメモを取らなくても本当に大丈夫な人と、メモを取らないことによってうまくいかなくなることってのは、まあ本当様々ですよね。受け取り方も様々なら、その実行ベースも様々だし、あとは人に何か言われてね、そこで初めて気づく人と言われなくても気づく人、これ当然歩みに差があるのは仕方がないことだと思うんですよね。まあどちらにしてもメモを取りなさいっていうのも、メモを取らないと叶わないぐらいの夢だったらそもそもないんだよっていうのも、どちらも受け止め方かなと言えば、まあこうやったら身も蓋もないんですけどね。まあ私の場合は人の話を聞いた時に、すでにその場で聞いた話で良かったなっていうのをアウトプット、つまりツイッターで更新したりね、ブログにまとめたりとかっていうのをやってますね。あと私が人の話を聞いてメモを取るとしたら、あ、これちょっと YouTube のネタで話そうとかっていうのをキーワードだけいっぱい抜き出しておいてね、例えばキーワードが20個並んだとしたら、多分動画は20個以上撮れるだろうなと思いながら、上から順番にまだ記憶の新しいうちにアウトプットにつなげるかなと思うんですよ。で、ちょうど今ね、範疇を読んでるんですけども、一冊読むごとにやっぱりね、感想をね、アップロードしてるんですよ。その他、今ね、Facebook のダイレクトメッセージでメッセージを送ってくださる方がいて、宇宙戦艦ヤマトこうですよねみたいな話をね、ずっと文章で書いてくださる方がいたりとか、その他のアニメとか映画に関してもいろんな感想を送ってくださる方がいるんですよ。私全部それを返信でね、動画を作るんですよ。まあそうすると自分の考えもまとまるし、やっぱこう自分の感想を他の人にもお見せできるじゃないですか。だって一人にメールで返信したらその人一人に対してだけなんですよ。でも動画で一般公開で表現するとみんなに見てもらえるし、で当然伝えたい人にも伝わるしっていうところですよね。でいろんな意味で無駄じゃなくなるし、やっぱね、なんかその自分で思ったことを表現することによって共感してくれる人を探す旅っていうんですかね、まあ、それがなかなか私的には面白いかなと思ってるところなんですよ。で今日もね、どんなストーリーが展開されるか分かりませんけども、まあ最近男組の CD のことをね、紹介したりとか光源氏とか言ったりしてるんですけども、とにかく自分の人生で経験できることや学べた知識とか、それからそれを人に話すなんてのは無限にできるわけじゃありませんから、だから自分の人生はね、たった100年未満の自分の人生を200年分、300年分、500年分にしようと思ったら、こういうふうに記録に残すってことじゃないかなと。そうすると昔イエス・キリストが聖書でね、いろいろ語ったかの、そういうふうな話がありますけども、それが世界中に時代を超えて土地を超えて残っていくってことにもなりますし、まあ、この範疇っていう漫画もね、この漫画を描いた人の思いっていうのがいろんなところに広がったりとか、まさにここに出てくる範疇っていう架空の人物が本当にいるかのように、まあ、広がっていくこともなりますし、中にはね、この範疇の人生をなんか真似する人もいるかもしれないですね。最近見たんですけども、で動画は再生してないんですけども、 YouTube で範疇の食べてる飯を再現してるみたいな動画をやってる人もいるんですよ。これもなかなか面白いですよね。まあ、つまりアウトプットをすることによって、そのアウトプットは人に影響を与えて、影響を受けた人はまたさらにその向こうの人に影響を与えてって感じで、これが人と人がつながっていくことなのかなと思うわけなんですよね。まあ、よくねニュースでも悲惨な事件があった後、それを真似る事件ってのが起きるみたいなことがありますけども、人が何かいいことをした時に、それから楽しいことをした時に、それが広がっていくっていう効果も同時にあるのかなと思います。まあ、情報の可能性ってのは本当にね、無限だなというふうに感じる今日このところですね。じゃあ、吉田さん、お風呂行ってらっしゃい。